ソマリア沖2008年9月16日の事件は、ソマリア沖の海賊によってハイジャックされたフランス籍のヨットを奪還するために実施されたフランス海軍の作戦行動を。2008年9月2日、海賊はソマリア沖を航行中であったフランスのヨットカレーダス4世5を乗っ取り、乗員2名を人質に取った。その後、海賊側は、 身ロ金100万ユーロを要求したが、フランス政府はこれを拒否、直ちに海軍部隊による救出作戦が実行に移された。すでに、ソマリア海上にて、警戒任務中であったフリゲート F712 クルーベーは、救出行動を開始。9月16日、上官していた海軍コマンド所属のコマンドを呼べる、隊員30名をヘリコプターに搭乗させ発艦 現場海域付近に近づくと海上に落下山降下し、目標まで泳ぎ、到着後特殊部隊員は鍵縄を用いて船内に乗り込み吸収した。不意をつかれた海賊のほとんどは直ちに拘束されたが、1名だけが抵抗し射殺された。攻撃開始10分後に、海賊6名を逮捕、人質2名は救出された。逮捕した海賊は、一旦ジブチに連行され、その一部は、 海賊行為で起訴され、フランス国内法によって裁判にかけられた。ありがとうございます。